奥州漢受験生の皆さん、こんにちは。では早速ですけれども、今日も、奥州漢受験に向けて文系大作慣用句の方見ていきましょう。本日は手ですね。ということで上から見ていきます。手を抜く、どのような意味でしょうか。まあ、手抜きをするという言葉ありますよね。手抜き、まあ、手抜きをすると、そのままですね、手を抜く。例えば、皆さん絶対に勉強で手を抜いてはいけませんということになります。続いて手を出す、どのような状況でしょうか。もう手を出すとね、イメージでもうすぐ分かると思うんですけれども、いろいろなことを、始めるというようなことですね。皆さん勉強している状況ですので、例えば新しいゲームが出ましたというような時に手を出してはいけませんというようなことになりますね。そして、手を広げる。これは、勉強の時などにですね、一つのことに集中してやった方がいい場合というのが結構ありますよと。あまりにね、いろいろなことに勉強でも手を広げすぎると、収集がつかなくなって逆に、たくさんやったつもりが点数取れなかったりするというようなことになりますので、皆さんもね、奥州漢受験に向けてあまり手を広げすぎないで、要点に絞ってですね、勉強の方、頑張るようにしてください。それでは、奥州漢受験に向けて頑張りましょう。